7月24日日曜日、武田塾秋葉原校で夏の勉強法イベントを開催します。君の人生を変える熱い夏にしよう、秋葉原校で待ってます。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんこんにちは、武田塾の川野です。今日はね、どうしても一問だけ答えたいコメントが来ていたので、この一問に絞って回答していきます。ゆなさん、今学期起立性調節障害になってしまって、学校もやっとここから頑張るって時に、朝も起きれへん、昼になっても具合が悪い、ひどいと夕方もあかん、前が何も見えなくて学校はって言っても保健室送り、学校退学せなあかん、そんなことが頭の中たくさんすぎて進学することすらできないんやともがいていた時に、武田塾のチャンネルに出会って参考書だけで勉強できるって感動しました。高2でまだまだ長い道のりですが、高校退学ならんように生活リズムを病気に合わせて朝3時起きで頑張ります。本当にありがとうございますということなんですが、こちらのコメント本当ね、勇気を出して書いてくれて、こちらこそありがとう。ゆなさんの頑張るっていう気持ちのコメントを読めて、本当にこちらも頑張って応援していきたいと思いました。詳しいこの障害のことはわからないんだけど、大変な状況の中で頑張ろうとしてくれてるっていう気持ちは本当に伝わってきました。これからもね、武田塾チャンネルでは勉強頑張っていく受験生の皆さんに有益な情報を届けていけたらと思います。それでね、実はね、重さは違うとは思うんだけど、私自身もね、病気っていうので苦しんだことがあって、偏頭痛なんだけど、結構重めの偏頭痛で、例えば週に5回とかめちゃくちゃ重い頭痛になっちゃって、本当に動けなくなるっていうのが結構幼少期から実はあったんだよね。それで例えば勉強もそうだし、なんか自分でスポーツとかね、いろいろやってたんだけど、スポーツで頑張りたいって時にも、頑張ってる友達の横で一人で保健室で寝ながらとかっていう結構辛い時期もあって、今はね、幸いなことにいい薬が出て、あんまりね苦しむこともなくなったし、そもそも偏頭痛自体がねほぼ完治してるっていう状況なんだけど、当時は本当に将来が結構真っ暗で、明るい自分の将来がイメージできなくなるぐらい辛い時もあったんだよね。そういう時にも自分の友達だったりとか、家族に支えられて前を向いて、今はねこうして元気にはなってはいるんだけど、当時はね本当に辛かったんだよね。きっとコメントくれたゆなさんも今ね本当に辛い状況にいると思うんだけど、それをね乗り越えた先には明るい将来が待ってると思うから、ぜひねこの辛い中でも勉強を頑張ってほしいし、まずは体を大事に、その中でできる限りの勉強をしてくれたらいいと思います。これからもね、もし勉強法で困ったら、ぜひコメントでね聞いてくれたら、できる限り我々も返していくので、何かあったらどんどん積極的に聞いてください。今回はね辛い中だと思うんだけど、こうやって勇気を出してコメントをくれてありがとう。同じようなね今辛い状況にある受験生とか、これから受験を考えている人もいっぱい見てくれてると思うんだけど、ぜひ一緒に頑張っていけたらと思います。今回は以上です。高田先生、はい、あの夏だけ武田が今年も始まるみたいですよ。あの勉強習慣がめちゃくちゃ身について、勉強法もまるっと変わる、あの夏だけ武田っすね。そうなんです。今入会金無料で武田塾に1ヶ月勉強してもらいます。君も勉強時間爆増間違いなし。詳しくは概要欄から。